くちゃいい曲なんだよ。歌詞も見てみてほしい。マリアちゃんが一人であげたら伝説生まれた。それはもう伝説だわ。いやもうダメだったらリフト上げられないバージョンでやろうって思ってたけど、いろいろ考えたけど、あの場で。でもなんだろう、曲解釈っていろいろあるじゃないですか。エザーラは願い星とかめっちゃ曲解釈してるんだけど、あそこの立ち位置に立つようになって、あの願い星はなんかいろんな意味で取れるんですよ。実は願い星ってただの失恋曲にもできるんだけど、でもただの失恋曲にはしたくなくて、バンドジャパンって恋愛が叶う曲っていうのがほとんどなくて、ところ回しぐらいなんですけど、この花咲くや姫は君と僕だけの世界みたいな言ってるけど、実はあれ恋の曲ではないっていうの、そう、恋の曲ではないんですよあれ。だから、うん、そういう意味でもやっぱり恋愛が叶う曲っていうのが、恋の曲がもはやないんですけど、バンダイジャパンは。でもなんだろう、その願い星は本当に一なんか失恋も失恋ど失恋なんですけど、なんだろう、何意識してるかな。曲解釈をした時に最初私もただの失恋曲だなと思いながら歌ってたんだけど、なんかなんだろう、ただの失恋曲にしたら重いな女って思って女の方重すぎみたいな、別れた後にずっと空見上げてあなた思ってるよみたいな、この気持ち届けよみたいな思うって思っちゃって、そっから曲解釈を変えて、相手が本当にいなくなるっていう曲解釈に変えた瞬間にすごい自分の中でハマったんですよね。だからみんなはそういう気持ちで一回聞いてみてほしい。そしたら願い星エモくて泣けるから。あの時離れたのは私があなたを振りほどいたからなんだよ。あの時離れたのは私があなたを振りほどいたって、で戻りたい、あなたとまたそばにいたいっていうのをすごい、めっちゃ曲をすごい自分の中で考えた時に、こういう世界線もあるなっていう気持ちで聞いてほしいのは、自分が手を離したから、まあ、よろけて、まあ、惹かれたかもしれないとか、それがきっかけで怪我をしたのかもしれないとか、最悪亡くなってたかもしれないみたいな、それでもう会えなくなったから戻りたい、またあなたとそばにいたいって言ってたら、めちゃくちゃどんな失恋曲だっていうぐらい ど失恋というか、失恋だけでは済まされない曲だなっていう思っていう解釈をして、いつも 大好きなあなたまで届いてほしいを歌ってる。そこは結構なんだろう、そういう気持ちで歌ってる。メイさんと喋る前まで近寄りがたい気がしてたのは、多分ライブでの入り込み方が神がかってるかもだったかも。本当？そう言ってくれるのは嬉しいな。でもライブの時は基本的にはすごく曲に入るようにはしてるかな。なんだろう、一曲一曲すごく考える、ずっと考えてるかもしれない。そういう意味では なんでなんだろうね。でもただねの曲にはしたくないっていうのは毎回思ってて、毎回できることならライブを変えるっていうのを目標にやってる。毎回変えるっていうのはすごく意識してやってるかもしれない。ライブの中のなんだろう、歌い方とかそういうのも全て変えたいなっていう気持ちでやってるから、毎回曲の解釈も違うし、だから今言ったどう思い願い星を歌う時もあれば、ただの失恋曲の願い星を歌うこともある。ピカピカピ村雨さん、ピカチュウ、ちょっと下手くそだった。ピカチュウ、今日声がガラガラなんで出なかったですね
もうちょっとなんかぽい声は出せるんだけど出なかった。ピッペッピッカチュウ。チュチュ。生ものだからライブは何回見ても面白い。そうだから面白いんだよね。もうライブってもうライブ好き、本当に好きよ。めちゃめちゃ好きなのライブ、もともとだからみんなもライブを楽しんでほしい。すごくライブ楽しんでほしい、めちゃめちゃ。ライブはね、本当にね、毎回なんだろう、毎日違うから楽しくなっちゃうよね。だから歌うメンバーも毎回変わるから楽しいんだと思う。それはあるね。今日充電器、あ、これしかないのかな。布団行けばあるのか。実は今日公式配信を忘れてました。なんかもう最近さ、曜日感覚がなくてさ。ちょっと回転します。そして視界がちょっと変わります。充電器さしたくて。こっちがカメラになったから、いつもこっちにカメラがあるんですよ。みんなが今見てる方向、私が見てる方向に。でも今こっちにカメラがあるから見るのがすごく変わっちゃいますね。世界が違う。今部屋が臭いです。こんばんは。今日は公式だったんですね。そう、公式だった、公式でした。公式配信ね、 1週間に1回しかないから楽しいんだよね。楽しいのに今日は金曜日っていうことを忘れてました。11月で公式配信の曜日シャッフルされたから、まだ誰が何曜日か分かってない。金曜日はメイイツキです。いっちゃんとペア初めてだなって感じ。初めていっちゃんと同じペア。今までは誰と一緒だったかな、過去つかさ、しおり、コマは一緒なことが多かったです。てかむしろそのメンバーとしか一緒じゃないかもしれない。他のメンバーとはなったことがないな。でいっちゃんが今回初めて一緒。お初よって感じ。お初お初。いや本当にね、毎日がなんだろう、新鮮なんだけど、もっとみんなに知ってほしいな、バンザイジャパンのもの。合同の時と一人の時があるのね。基本的に1週間同じ曜日に3人、2人から3人担当がいるんだけど、たまに一緒に配信したりしてるから、だからなんだろう、ペアは結構楽しいですね。しおりとよく一緒に配信してたかな、前回で言うと。あの遠征の時同じ部屋になることも多かったりするので、なんかみんなはさ、遠征の時なんかメンバー同部屋誰なんだろうってちょっと気になるの。安原はなんか別に誰でもいいやってタイプなんですけど、それは最強、最強、誰でもいいやって体質というかタイプなんですけど、基本的には。これふみのチェキもらった。もらったって言うね。もらっちゃいやした。
明日ジュリアに返さなきゃ。ジュリアのランチ券奪ってきちゃった。うわこの音嫌い。いや最強よ、最強最強。引いてしまいち、引いてみなはれ。ランチ券楽しみにしててください。1枚ぐらいは引いてみてほしいかも。結構落書き頑張ってるんで引いてみて。星見ちゃんですね。明日は秋葉原と赤坂ブリッツさんでライブがあるんですけど、皆さんいかがでしょうか。ブリッツはもともとなんだろう、どうだろう、ブリッツ自体あんましスタッフが持ってるものじゃないんだね。そうだよ、基本自分で管理なので自己管理よ。ランチ期引きますぜよ、ぜひぜひぜひ。これマジでおすすめ。ダイエットしてる女の人にもおすすめ。あと寝る前とかルイボス黒豆茶ダイエットにいいですよ。今食べたいものはチョコレート。チョコレート好きなんだよね最近。甘いものに目がない。さあそろそろ私は公式ルームを終えて個人ルームに行こうかな。今日からダイエット始めたので参考になります。これいいよ、ルイボスもいいし黒豆もいい。無印で100円です。1本 500ml 100円。結構100円でお茶買えるところって少ないから無印良品はすごい天才だと思います。コスパ最強。癖も少ないので麦茶とか好きな人は多分好きだと思う。逆に緑茶とかそっち系が好みの人はちょっと物足りないかもしれない。ぜひ飲んでみてください。コンビニじゃないのか。そうこれね、無印良品ちょっと見に行ってみてほしい。無印体に超陽気みちゃんだから見てみてほしい。じゃあ今から公式の方から個人ルームの方に飛びたいと思います。ピヨヨヨーンって飛ぶのでぜひ一緒に来てくれたら嬉しいです。はい、ということでですね、バンズジャパンは明日16日ツインボックスと赤坂ブリッツでライブがありますのでぜひ来てください。待ってます。ということで金曜日ありがとうございました。以上、バンズジャパン石川県伝道師安原芽衣でした。この後個人ルームでお会いしましょう。バイバイ。